你好、日本の皆さんこんにちは、トントンです。今日は中国で人気のデリバリーサービスを紹介したいと思います。そもそも中国では今隔離されているエリアも結構あり、旅行はもちろん外食するのも大変な状況なんですね。なので Uber Eats のようなデリバリーサービスの需要がどんどん高まっています。日本では Uber Eats が有名ですが、中国では一番有名なのは饿了么、直訳するとお腹すいたかというアプリです。青いバイクを配達するのが特徴なんです。ということで今回は中国版 Uber Eats である饿了么で実際に料理を注文して定番メニューやサービスの違いなどを紹介していきたいと思います。それでは実際にアプリを見ながらメニューを見てみましょう。定番のデリバリーフードといえば、中国なら朝からおかゆとか揚げパン、豆乳を食べたりする習慣もありますので、よく注文されるんですね。見てください。ほら、ね、豆乳と揚げパンセットで売ったりして、夜になるとやっぱり串物が人気なんですね。串物といえば日本だと焼き鳥のイメージかと思いますが、しかし中国だったら見てください。羊肉串。ラム肉で作られている串物がメインなんですね。香辛料がいっぱいかかってて、本当にお酒のつまみとして人気なんです。もちろん炒め物の中華料理も定番なんですが、まあおかゆとか汁物、スープ系を注文したりする人も結構いるんですよ。他にはザリガニ専用のカテゴリーが作られるほど中国では人気な料理なんです。まあだいたい30から40ぐらい単位で頼んだりするんですよ。すごいでしょ。ちなみに中国では料理以外でも何でもデリバリーしてくれるんですよね。例えば記念日だったり、彼女とかに花束を送りたい場合はお花を専用のカテゴリーもありますね。年寄りの方とかビジネス用の花束とか記念日用の花束とかもあります。もちろん誕生日ケーキとかもデリバリーしてくれるんですよ。もう一つどうしても皆さんに紹介したいサービスとは、なんと薬までデリバリーしてくれるんですね。そんなに利用してないじゃないかって皆さんが思うかもしれませんが、一人暮らしの人たちには本当に助かるサービスかと思いますね。昔一回熱出した時に使ったことがあって本当に助かりました。今日はこの素晴らしいアプリ饿了么で私の昼ご飯を頼みたいと思います。